ターナのハッチワールド始まるよ。皆さんこんにちは、ハッチワールドのターナです。今回はね、久しぶりにね、でおなじみのね、トッケイさんがね、本当に珍しくね、こう全身をわらわにしてこのように姿を見せてるのでね、ちょっと動画をね撮ってみました。普段はね、本当にね、なかなかね、なんというか、この、そうそう、この木にね、ずっと隠れててね、本当に全然姿が見えないんですよね。なので、こんなにね、普通に出てることがね、結構珍しくてね。で、まあ正直ね、この子をね、動画にね、収めようというのはね、非常に難しくて、で、こうやってすぐね、ずっと威嚇してくれますしね。とにかくね、脱走名人でね、こう、やっぱりガラス越しだとね、ちょっと取りにくいものですから、ガラスの戸を開けて、こうやって取るわけですけどね、手前にもしいたらね、なかなかね、手前にいるとね、本当に、スッと逃げ出されたらね、もう絶対捕まえられないぐらい素早いのでね。でね、一応この子ね、一回だけ逃げ出したことがあってね、尻尾の方、これわかります？再生尾なんですよね。一回逃げ出した時にね、もうほんと一週間ぐらいね、見つからなくてね。で、たまたま、見つけた時にね、捕まえようとして、捕まえようとしたら、尻尾のところを持っちゃったみたいでね、切れちゃいましたね。で、こうやってね、ちょっとなかなか、以前よりね、ちょっと私もスマホを変えたのにね、こんだけアップで、ね、さあもう、今にも飛んできそうですね、これ。めちゃめちゃ怖いですね。うわ、すごい目をしてる。でもやっぱりこんだけ近づくとね、すごい迫力で。正直ね、今、ものすごいビビりながら撮ってるんですけどね。でもなかなか来ませんね。いやでも本当にもう飛んできそうですね。いや来るかな、いや来るかなって今度かい。ということでね、少し体の方をね、うおっ今何が起こったか分かりましたでしょうか。ちょっともう一度スローで見てみましょう。こうはい、こんな感じでね、今回はまあ終わっていきますがね、本当にね、久しぶりにね、姿を現したトッケイさんなんですけどね、本当にだいぶ丸々と太ってね、大きくなってましたね。トッケイって本当にだいぶね、大きくなるもんですからね、想像以上にね、ちょっと楽しみですね。まああとはね、このカラーリングですよね。このターコイズブルーの肌にね、オレンジ色のね、無数の斑点。このトッケイ以外にね、こんな毒々しい色はね、なかなかね、ないのではないでしょうか。いや、最後にね、いいのもらいましたね。それではね、またよかったら見てください。皆様にも良いハッチワールド。バイバイ。